終わったの？これでしょうか。はい、じゃあ始めましょうか。よいしょ。じゃあ YouTube ライブ始めたいと思います。では、しゅうさん、スタートお願いします。はい。もういいかね？はい。地球ジャーナル、いわちゃん、ジャーナリストのしゅうらいゆだよー。はい、ありがとうございます。というわけで、今日も土曜日の8時から始まりました、いわチャンネルの、生配信ですね。はい、で、前回はあのスナックのさゆりママにも登場していただきまして、ね、あのロシアの話から、マンボウの話までいろいろと皆さんのお話をお伺いしたんですけれども、毎週その時々の、あの世界で起こっていることをいろいろ皆さんとお話をしていきたいなと。で、またその時々出演してくださるゲストの方もあのお呼びしながら、したいと思うんですけども、今日はこの3人で、進めてみたい。3人の野郎この3人で話すの初めてですもんね。3人だけっていうのは。あ、そう、3人だけのは初めてですね。頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しゅうらいゆさんに、冬さんに、吉岡で3人で始めます。ではですね、時間もまあ限られているので、最初のテーマなんですけれども、前回に引き続き、やっぱりロシア、ウクライナの問題は、続いておりまして、もうね、ロシア軍がこう、キエフにだいぶ迫ってきてるなんていうニュースも、あるんですけれども、前回もちょっとやりかけたことではあるんですけども、ちょっとこう皆さんでこういろんな立場に立って、自分の本当の考えとはまたちょっと置いといてですね、こう、皆さん見てる方も含めて自分のこととして考える、きっかけになるっていうことも含めて、ちょっと別の立場でこうお話をしていきたいなと思うんですが、どうでしょうね。今のこの情勢で、もう、ウクライナ降伏した方がいいんじゃないかっていう立場でちょっと私はお話ししてみたいと思うんですが、逆に冬さんはもう、もうそれと反対の立場で、もう徹底して。徹底して、はい、行きます。で、冬さんはちょっと何を反対するの？私の立場からですね、うん、やっぱりもうこれだけロシアが攻めてきて、もちろんウクライナの方々の気持ちもわかるんですが、やっぱり市民への攻撃も、ね、だいぶされてるっていう報道も聞きますし、もうちょっとここで、戦争を終わらせるっていう方法を取るっていうのが、ウクライナにとって、こう、被害を防ぐためにはいいんじゃないかなと思います。最小限のその犠牲者をね、認めるっていう。話だよね。うん、ちなみにちょっと現地の、うちのそのスタッフ、通訳とコーディネーターの話では、キエフはまたやっぱり包囲されてるんで、で外国人とかは、外国人とあと女性とか、あと年配の人、あと子どもたちが優先に要するに避難するような形で。でみんなもう東の方にポーランドとか ローマニアの国境線の方、あっちの方に避難してね、要は難民ですよね。もうすでに何十万ぐらいの難民があっちの方に流れていってるんで、でキエフの中では、要するにその大統領が要するに男性はここから出るなと、徹底的にその戦うんだと、みんなキエフの方にまだいるんだけど、一方ロシアの方はこの前2週間前かな、いや1週間前だね、衛星写真でその郊外の方に戦車がもう本当に十何キロぐらいのその長いその戦車の列があって、でずっとそこで待機してるんだけど、今週になってちょっと動きがあって、みんなバラバラになってるんですね。要はもう森の方からいろんな方向でもう要するに進行してるんですよ。でずっと今多分ロシア軍が発砲してない、要するに
激しい攻撃してないというのは、要するにもうちょっと時間を与えて、さっさと早く逃げなさいと、まあ、あるいはさっさと投降しなさいというような感じなんだけど、そういう感じなんですね。ねえ、じゃあやっぱりこの、やっぱり今のタイミングで降伏しておかないと、こうすごい被害になってしまうように思うんですけど、どうですかね。富裕さんはやっぱり徹底的にまあね、抗戦した方がいいってことですね。それは何の理由ですか。そうですね、やっぱり今ウクライナってやっぱり民主主義国家なので、今やっぱり大統領がの支持率が 90% 以上あるっていうのも、大統領自身が逃げずに、まあ、ロシアに立ち向かっていくと徹底した姿勢を見せることで得られた民意だと思うんですね。この 90% っていうのは、もともと 30% の支持しかなかったのが 90% に上がったっていうことですので、やっぱり民意が戦争をに向かっていく、戦っていくっていうような意思があるのであれば、ここは続けてやっていくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います、ね。でもなんかその自分の支持率、民意のためになんか無理やりっていうか、もう私はちょっとそういう部分は見えたんだけど、ちょっと戦わせてるような国民をね、それもいいのかなって思いますけどね。大統領のために戦う、本当に、まあ、本来なら国のためだったらいいけどね。まあ、私はやっぱり降参はあまりよろしくないと思うんですね。ちゃんとガッツを見せて、ロシアは、まあ、やっぱりどんな理由があって、ロシアは侵略者だから、侵略してきてるんで、その日、だって中国だって最近どんどん見方が変わってきたんですよね。最初はやっぱりロシア一辺倒だったんです。それも政府の言う通りに。まあ、まあ、中国政府もちょっと今どんがちょっと落ちてきてるんで、下がってるんですよ、どんが。ちょっとその支持とか、まあ、一緒に戦うとかって、そういうのがあまり、言わなくなってて、で、それもちょっと新しいその動きがあって、ロシアのその政府が、まあ、要するにメディアの方ですけど、政府系のメディアの方なんだけども、なんかウクライナの方にいろいろその生物武器兵器をその研究してる、そういう何箇所が出てきたんだと。で、それがね、わざわざそれが3137部隊、日本軍の317だったっけ、137部隊、ちょっと待ってください。そういうふうに要するに中国人のその気持ちを、まあ、自分たちの方に向いてくれるようなそういう言い方なんですよね。そもそもあれですよね、中国がこうもっと何でしょうね、仲介というか積極的に入ってたらここまでのことになってなかったかもしれないように思うんですけど。そうですね、まあ、結局、今日もロシア人の一人がユニクロ の売り場でね、ルーブルを、まあ、要するに2階からばらまきをしたんですね。これはトイレペーパーと同じようなもう紙くずだと、もう価値がないんだと言っていて、で、まあ、ユニクロもね、先週まで撤退しないんだと、営業するんだって言ったんだけども、やっぱりちょっと今週になって、いや撤退するんだと、まあ、世界と同じ歩調でね、ちょっとロシア制裁に、まあ、要するに共に行動するんだっていう話になってるんだけど、そうですね、そのウクライナ国民は、ね、こう戦争のムードかもしれないんですけど、それもロシアの支持率もまあ本当か嘘かわからないような高い支持率じゃないですか。ウクライナも実際国民一人一人が本当にどう思ってるのかっていうのも、ね、戦争嫌な人も当然多いでしょうから、うん、そういうのもあって、ね、ね、やっぱりこれ以上続けるのは。やっぱり両方ともちょっと操作はしてるんでしょうね。いろいろとね、支持率もね、まあ本当なのかっていうのは、あるんですけどね。それでもやっぱり徹底抗戦ですかね、富裕さん。そうですね、徹底抗戦、はい、そうね、ここまで来たら私も、そう、
強制、うん、だからその徹底抗戦はいいんだけど、それは何のために徹底抗戦っていうのはちゃんとしっかり、あのね、そういう国のためだったら、いや、それは徹底抗戦してほしいんだけど、ウクライナだってもうね、降参したら、もう本当降参したら、ウクライナって国はなくなっちゃうんだよね。うん、だあまりあれですよね、やっぱり民族がね、的なそういう。うん、まあでも国を守ると言ってもね、命あってのものなので、うん、亡くなってしまったらもうね、その国をまた見ることもできないですし。そういうふうに思うんですかね。まあ、でじゃあ例えばその、まあ、結局植民地になるでしょ、もし降参したら。うん。それは生きていく価値あるのかなと思ったりする。うんね、私はどちらかというと、やっぱり抵抗してほしいね、抵抗するのは、まあ、賛成側なんですね。もっと抵抗した方がいいということですか。それは侵略者に対してやっぱり立ち向かわないとね。うんうん、そうですね。まあで、まあそうですね。まあ、ただこの時点でももうだいぶロシアからしたらですよね、想定外の徹底抗戦をされてるような雰囲気があるんですかね。もう交渉としてはどうなんでしょうね。ただこのまま、まあ、そこでやっぱりあれでしょうね。まあ結局両国のその間に立って、出番は中国の出番でしょうね。まあ、話し合い、ね、合う話し合いをさせるために中国はやっぱり外交をやらなきゃいけないっていうね、あまりにもロシアの方を持ってても私はあまり良くないかなと思うんですね。はい、うん、コメントいただいてますのでちょっと読み上げていきますね、うん、デイリーリオさんです、はい、この戦争は誰が始めた、プーチンでしょということでいただいてて、また続けていただいてて、降伏はありえません、敵に侵攻されて自国民を守るのがトップの役目、日本に他国が侵攻していったら降伏するのか、敵国に委ねるのはありえない、続けていただきました、侵略されて戦うのは当然当たり前、うん、ということですね。いかがですか。それはその通りですね、うん、やっぱりどこの国もね、やっぱりそうでしょうね、戦うのは筋なんですよね。で、続けて E さんですね、アルファベットの E さんからいただきました、うん、皆さんこんばんはということですね。こんばんは、中国が戦争の準備を進めているのはアメリカからの攻撃に備えているのでしょうかということなんですけど、周、うん、さん、戦争準備してる、ああそうか、この前2、3日前かの読売のその報道で、まあ、中国、まあ、習近平さんが今ちょうど全人代やってるんですよね、軍に対してちょっとなんかその戦争の準備をするんだって言ってて、でその読売新聞の記事では、いやそれがおそらく中国政府が、まあ、ロシアが今ウクライナを侵攻してるから、それに乗じて中国も、まあ、もうすぐは台湾とか中国日本 その尖閣諸島とかにやってくるんだろうっていうふうに言ったんだけど、で僕はそれに対して、それちょっと待ってよ、それはちょっとないんじゃないかって僕はブログに書いてたんだけど、要はそんなことはないよ、これはもう今回だけじゃなくて、もう何年前から習近平はずっとそういうふうに言ってるよ、なんか毎年全人代があるんですよね、でその度に言ってるんですよ、要するに今回 そのロシアがそのウクライナを侵攻することに乗じて やるんだってよ、ではないんだよってあまり煽らない方がいいよっては僕は書いたんだけど、まあ、少しちょこっとね反響はあったんだけど、まあ、いくつか の, そのネット新聞とか、あと、トースボだったかな、まあ、ちょっとそれ、トースボじゃないな、いくつかのメディアが取り上げて、こういうそのなんだろう論争もあったんですよっていうのがあったんですけどね、うん、じゃあ逆になぜ今のタイミングでその日本の各メディアがその話を取り上げるようになったっていうのは、その周さん的にはどういう考察というか。それはやっぱりあれでしょうね、アメリカのいわゆる考えてる
そのことに、まあ、従ってやってると思う。アメリカはやっぱりどちらかというと中国とロシアが、まあ、一つの、要するにもち当時 その冷戦時代だと、まあ、今日東側ですよね。で、アメリカとヨーロッパと、まあ、日本とかそういうのが西側になるんです。要するに新しい冷戦構造を今作り上げてるんで、その日本のメディアは、まあ、やっぱりその読売は、まあ、どちらかというと、政府に近いんだけど、まあちょっと右の方なんだけど、そういう趣旨というか、まあ、それに従ってやったんじゃないかなとは思いますね。で、こういうことを言って いるうちに、また私が、お前はまた中国 その政府の、まあ、スパイだとか、そういうのはないよとかって、日本人 その警戒心を。ちょっとなくそうとしてるために工作してるんだろうっていうふうに書かれるかもしれないけど、そんなことはないんで、まあ、私が言ってもしょうがないんだけど、まあ、どうなるか。近いだろうと言われることあるんですね。しょっちゅう言われる。まあ、それは、まあ、ネタなのかどうか分かんないけど、ちょっとしたネタかもしれないけど、はい。あるんだけどね。だからみんな、うん、どうですよ、あくまで私のあれだよ、考え方ですよ、中国が今度、台湾を侵攻し、もう同じくロシアがウクライナを侵攻するような方法で、またやってくるっていうのは、ないと思うんですね、そこまで中国、バカじゃないし、習近平、バカじゃないから、まあ、その軍がちょっと強気な部分もあるかもしれないんだけど、どうやら習近平はそれを抑えてて、まあちょっとまあまあまあっていうような感じはあると思うんですね。だって台湾海峡もあるし、陸つなぎじゃないから、ロシアみたいにね、たくさん戦車とか、まあまあまあやってくるってことはないしね。どうですか。まあ、いずれにしてもそういうことは絶対やってほしくないし、なってはならないことですよね。このね、世の中でね、まあ、やったら共倒れしちゃうんだよね。やっと中国はこの、何十年、30年ぐらい、経済、ね、が発展してきて、まあ、戦争が起こったら全部水縄になっちゃうね。絶対止めなきゃいけないね、こういうことは。さあ、どうですか、ディベート対決ということで、今、周さんばっかりこう攻撃側に回ってますが、お二人のご意見はどうですか、今の聞いてて。どうですか、徹底抗戦、徹底抗戦、冬さんの側からの。そうですね、やはり結論は続けていくっていう、もう対抗していくっていうことが、これはそうだよ、国を守るために犠牲、一定の犠牲はね、払うのはしょうがない、仕方ないんですよ。犠牲によってやっぱりさらにその世界の人々の同情もね、もらえるし、またやっぱりその国のガッツはね、見せなきゃいけないよね。そうそう、あといろいろ多分なんだろう、火星かもしれないから、ロシアが中国の方に義勇兵を募集してるらしいんだよ。一緒に戦おうっていうのがあってて、すでにシリアと、あとベラルーシのその義勇兵がもう一緒にいてるらしいんだよ、戦場の方に。で、今度中国にも一緒に戦おうよって、誰が行くんだよ、そういうなんだろう、戦が戦争ごっこが好きな人がいるのかな。一体どうするんだよ、侵略者になっちゃうよね。はい、またちょっとコメントいただいてます。はい、よくコメントいただけるデイリーリオさんですね。はい、いやいや、今回の戦争でアメリカが出てこないということでコメントいただいてますが。ああ、それはポイントなんだよね。それはポイントなんだよね。ぜひ、デイリーリオさん、よかったら、声だけでも構わないので、シュウさんにこう、そうですね、ディベート対決でボロカス言ってもらえると、今、もう周さんの独壇場になっているので、この状況を変えていただきたいなと思うんですけど、ぜひお待ちしてます。続けて、横ちんさんという方ですね。2日前に埼玉の大宮で大停電が起きたのは、台湾の停電と同じく中国によるサイバー攻撃でしょうかという質問が来てますが、ご存知な方いますか。もう一度。
埼玉の方で2日前に大きな、停電があったそうで、台湾の停電と同じく中国によるサイバー攻撃が原因かということでお尋ねのようですが。ああ、そうなんだ。もうそれについては皆さんの、 その想像、想像に任せますね。もう それぞれ の、 その多分想像が違うので、はい、まあ笑うしかないな。はい、続けてデイリーリオさん、またいただいてますね。中国はウハウハでしょうね。台湾取りやすくなったかもということで来てますね。ウハウハではないで、でも実は中国とって決していいパターンではないんだ。要はちょっと心のどこかで、あっちの方がトンパチしてるから、アメリカが中国を、その攻撃してくる、そのトーンはね、ちょっと下がるかもしれないけど、要するにあっちの方に目を向くんだけど、中国のね、ちょっと そういうところじゃなくなるんだって言ってるんで、でも中国はもし一歩間違えたら、もうあれですよ、道連れですよ。ロシアの次は中国になっちゃうんだよね。それを避けたいため、中国はやっぱりここの中ではロシアに頑張ってもらいたい、で、あるいはこの戦争早く終わりたいんですよ。そうするとみんなね、またそのまま存続するんじゃないですか。で、そうするとロシアと中国はそういうことで結局また一緒に、ね、なってアメリカと戦えるかもしれない、戦争じゃないよ、戦争じゃないんですよってな感じなんだけど、でもロシアがもし国が崩壊しちゃったら次は中国だもん。中国はもう孤立しちゃうんですよね、だってもう味方があまりなくなっちゃうんだ、っていうような感じなの。ウハウハではないんですよね。でさらに台湾侵攻って だからそれはね、台湾が独立宣言しなければ、このレッドラインですよね、これ独立宣言しなければやっていかないよ、もう、たぶん攻めていかないと思うよ、中国は、絶対。私は思いますね。はい、だからそういう面では、ちょっとやっぱり台湾の蔡英文大統領が、やっぱりあれですよね、その辺は十分賢いから、それは分かってるんで、全然そこはね、そんなに言ってないんですよね。当然ばかりの時はかなりこういうね、見せたりしたんだけど、最近全然こういうね、やっぱり実利を取ってるんですよね、ちゃんと分かってるから。口だけでね、もう独立宣言なするんだって宣言はしないしね、現状維持ですね、現状維持すれば全然今のうちは多分トンパチはないと思う。で、その中国もリスク、ロシアも、ロシア国民もだいぶ、生活も苦しい方も多いというふうに聞きますけども、やっぱこう、ね、ああいうとか、こういう侵攻をしてきたっていうのが、今のこの現代でああいうことをしたっていうのが最初は信じられなかったんですけども、でもやっぱりこう世界がこう、ね、そこに非難してこう経済制裁を加えてこう困って、やっぱりああいうのをしない方が良かったというふうに思わせないといけないと思うので、戦争は絶対やめた方がいいですよ、そんな だから戦争、今戦争やってるのは今回のロシアもそうなの、アメリカじゃん、その後結局、今までと他の国で戦争を起こしてるんでしょ。それはだから、でもね、世界 の世論、西側の世論とか全然非難してないんで、まるであっちの方が殺人ではなくて、これは殺人、ちょっとあれが違うんですけどね、独立主権国家を侵略するのと、あとはその侵略してで要するに転覆しようというそのロシアのやり方と、アメリカ、そこに攻撃して、傀儡政権をその中立するっていうやり方の違いで、同じく なんか戦争とは多分同じ戦争だと思うんですね、アメリカとロシアが。だけどロシアはものすごく非難されてるんだけど、アメリカは非難されてないのも、アンフェアかなっては思いますね。
というところで、まあ、そろそろ次の話題もあるんですが、冬さん、最後何かもし、物申したことがあれば。そうですね、私の場合は、台湾に留学したことがありまして、でその際に、台湾の、まあ、政府の外交顧問の方に、直接、台湾は独立を目指してるんですかということを聞いたことがありまして、でその際に言われたのは、うん、まあ、もう本当に先ほど、周さんがおっしゃられたことに近いんですけど、選挙では独立を目指していくって言ったけれども、実際はやはり現実を見て、やらないっていうふうにおっしゃってましたね。で、プラス、それは、はい、何党なの？民進党、それとも国民党、与党なの？民進党。あ、民進党なの？大学の先生ですね。はい。ん？台湾大学の先生をやってる方なんですけど。そうなんで。はい、そうそう、なだから台湾もね、ちょっといわゆる民主主義なその政権だって言ってるんだけど、民主主義な政権でも、まあ、もちろんいいこともあれば、悪いこともあるんですよ。それは何かっていうと、やっぱり選挙ありきで、選挙のためにいろいろやるんですよ。本当は実現できないことが、あるいは非現実的なことはね、やっぱり選挙のために、票のために言ってしまうんですね。で政権を取ったらまた現実主義に戻るんですよ。大体そういう感じなんですよね。あ、以上になります。はい。ちょっと最後に、はい、じゃあこの、テーマについてコメントを少しいただいてます。アルファベットの E さんですね。すべてバイデンのせいよ、あの G さんのせいよということでいただいてますね。ああ。まあ、結構そういう見方もあるけど、でもバイデンがやっても支持率があまり上がってないよね。多分次回はないね。再選はされないと思います。デイリーリオさんですね、コメントだけですいません。パソコンがデスクトップでマイクとカメラがないのでということで、まあ、参加したいんだがということでコメントいただいてます。はい。最後ですかね、横地さんです。大阪の領事館の人はどうしてあんなに無礼なのでしょうか、日本が舐められてるのでしょうかということでいただいてます。私の知り合い のライターに突っ込まれたんですね。一回取材に行って書かれたんだ、文春の方に。まあまあいろんなそのパターンのその、パターンというか、ね、タイプの政治家がいるからね。そうね、まあ、所詮のためもあるし、いろいろやっぱあるんでしょうね。外交官、まあ、なんだろう、外交官たるものは、どうなんて、その正統派の外交官は、そういうことはあんましないと思うんだけどね。うん、はい、ありがとうございます。引き続きコメント、あるいは飛び入り参加もお待ちしてますので、よろしくお願いします。じゃあ、次のテーマに行きたいと思いますが。今パラリンピック開催中ですが、皆さんご覧になってますか？そうね、全く報道されてないので全く、そうなんですよ。まあ、そもそもパラリンピック、そもそもやっぱりオリンピックと比べたらだいぶ変な話、全然ね、報道もそうなんだけどね、あまり熱心じゃなくなっちゃうんでね。そうなんですよ。本来は平等なんだけどね。そこでちょっとまたこれ分かれて、冬さんはパラリンピック、推進というか、まあ、賛成派ですね。で、私はもう反対派で分かれて。反対派ってあるの？それでちょっと行きたい。まず冬さんからパラリンピックのこう熱意をぜひよろしくお願いします。そうですね、やっぱりオリンピック、パラリンピック、どちらも何のためにあるかっていうところがすごい大事だと思うんですけど、やっぱりこれ自体はやっぱり選手のためにあるものだと思ってまして、で、まあ、確かに今戦争だったりとか、前回で言えばコロナであったりとか、まあ、いろんな外部要因いろいろあるんですけれども、やっぱり選手のための大会であることをやっぱ前提として、そこの環境を整えて、どんな問題があってもそこの環境をしっかり整えて選手が活躍できる場を作るっていうのが一番大事なことだと思っているので、やっぱり、はい、私は賛成ですね。なるほど、わかりました。じゃあ、まあ、周さんにもこうちょこちょこと噛んでもらえたらいいんですけど、うん、反対の立場からですけども、うん、まあ、いくつかあるか、本心ではないですけどね、本心を置いといて、
反対の立場に立つとすると、やっぱりまあさっきもお話出ましたけど、こう注目度がどうしても、あのオリンピックの後のこのパラリンピックって、どれだけの人が、選手のためとはいえ、見ている人がどれだけいるのかもわからないですし、まあ、金メダルも、ね、今日本人の選手がじゃあどれだけ金メダル取ったかっていうと、なかなかわからないのも現実ですし、であれば、もうちょっとこう、そうですね。例えばオリンピックの前にパラリンピックをするとか、するにしても、あるいはあ、もうそうか、完全逆に。にするんだね。それはいい案かもしれんね。そうすると注目するわな、多少とは。か、もう完全にパラリンピック、オリンピックとはもう別物にして、もう一旦もうやめて、もう一から、もう全く独立した、なんか、大会を開く。そんなのもいいのかなと思います。そうね。でも僕はそもそもそのオリンピックっていう存在の意義がもうなくなってるんですよね。で、今オリン回もピックそう自なんだ体けど、が。オリンピックは平和の祭典でしょ？オリンピックをやるから、トンパチをやめようと、戦いをやめろと、終戦っていう、終戦協定があったんじゃん。なんでロシアが、オリンピックの時は多少は中国にメンツをね、まあ、ちょっと、潰さないように、それ終わってからやったんだ。でも、パラリンピックだってオリンピックじゃん。なんで大会期間でやるんだっていう。それはもうけしからんだよね、本当に。だから、ロシアの、国っていうね、もう使えなくなったんだね、今回。使えない、なかったんですよね。個人で出てるんだけど。それの反省かもしれないけどね。本当に、こういうのはね、けしからんと思うんですそうですね。よね。なんかいろいろね、利権の話とかも出てきますし。周さんの立場としては、じゃあ今回はどっちかというと、どっちの、あれなんですかね、立場としては。そうね、一回、ちょっともう一回、なんだろう、オリンピックというのはどういうもんだと、みんなもう一回その宣言を作り直して、で、みんな、ちゃんと、もし加盟したいならば、ちゃんと、宣誓して、で、サインをして、で、それちゃんと守らなきゃいけないの。オリンピックの時は絶対戦争を起こしちゃいけないっていう、人間としてね、もうルールをちゃんと作らなきゃいけないですね。それが、だから人類にとって、主としたら、なんか一つの、戦争を、やめさせる、有効な、カードにもなるのかな、役割は、ね、立てるのかなって思うんですね。ということで、今回はあれですね、パラリンピックの是非というまあ議題なので、ぜひそれについてもっとこう激しい議論をいただきたいんですけど、周さん的にはパラリンピック自体はどうですか、するべきですか、それとも私はすあんるなべのきするだべきじゃと思ないう。ですするか。べきですよね。やっぱり障害者もね、障害者。だったら、パラリンピックとかオリンピックは分けないんで、そのオリンピックの中の、障害者の部みたいな、なればいいんじゃん。わざわざさ、だって、そのオリンピックは終わって、まあ、なんだろう。本番のオリンピックは終わって、そのおまけみたいな、パラリンピック。今、おまけじゃん。その次やるんだって。しかも休憩もあるんでしょ？ 1 週間、2週間ぐらいの休憩あって、次の月はパラリンピックだと。それはどうなのかなって。やっぱりちょっと、健全者たちからの、差別じゃないかなって思ったりするんだよね。だったらオリンピックがあって、ね、もう同時に開催すればいいじゃん。まあ、難しいのは、やっぱりこう、障害の程度も、もう本当にバラバラじゃないですか。こう、なんでしょうね、グループ分けというのが、あれがすごい、まあ今は現在も難しいとは思うんですけど、でも本来なら、それ表せる、なんだろう、争わせるためじゃなくて、そういう祭典的な、なんか、意味合いが、私は、大事だと思うんですよ。そこは同意ですね。もうなんかそろそろ1位を争うんじゃなくて、ね、こうやっぱりパラリンピックは特にそういう障害者の人が
こういろんな、なんでしょうね、これまでの苦難を乗り越えて、ここに来たっていう、なんかそこが素晴らしいかなと思うので。そうなんですよね。そう しかも、スポーツによって、試合によって分かち合うのがあるんじゃない、喜びを。コメント、その件について少しちょっと、まあ、いただいてるんですけど、うん、無駄余裕倉庫さんというすごい名前なんですけど、はい、障害者をアスリート扱いするのがおかしい、リハビリ選手権とすれば注目も集まりますよと、まあ、うん、注目を集める必要が、そもそもないんでしょうかということでいただいてますね。ああ、そうね、アスリートとして、まあでも障害者たち、まあ、それは我々健全者が決めることじゃなくて、彼らがどう思ってるね。彼らはそれはもう誇りに思ってるなら、それはあえて、いや、お前たちは、そのアスリートじゃないんだよって、本当のアスリートじゃないんだって言えないと思うんですよね。うんうん、ただ、例えば、さっき周さんが、ね、オリンピックと同時に開催してしまえばいいということで言われてあったんですけど、うん、私なんか、まあちょっと、私もディベートの参加者として言わせてもらうと、本心とはまた別ですよ。別ですが、うん、だって、いわゆる健常者がやった直後に同じ競技で例えば障害者の方がやってて、こうやっぱり見てる方としては健常者の方が激しいプレーをするわけじゃないですか、当然、うん、そこにやっぱりこう見劣りすること考えると、そこはやっぱり分けないといけないし、分けたところで注目が集まらないのはやっぱり健常者と比べてそういったパフォーマンスができないところにそもそもの問題点があるじゃないかなと思うんで、あんまり反対派というかですね、そういうことなんですけど、どうですかね。見る人が違うっていうのは、だって分けても見る人が違うじゃん。だいぶ減っちゃうんで、人数が。だから同時にやれば、だってもう、健全者の試合も見たい人もいれば、障害者の試合を見たい人もいるんじゃない、うん、で別にその視聴率じゃないからね。うん、ただ要は盛り上がりに欠けるもんだから、メディアもあんまり取り扱わないし、日本人だっても全然知らないっていう。だからその辺もやっぱりオリンピックの本来のね、趣旨がやっぱりちょっとずれてきてるんですよね。うん、だってもう今、商業主義ですよね。全部視聴率とかね、注目度によってスポンサーもつくし、いろいろ。じゃあ、パラリンピックはあまり筋取れないから、スポンサーがないとかって、つかないとかって。そういうのは、なんか、どんどん、あれとロサンゼルスだったかな、オリンピックの。あれからすっごくこういう商業主義に走ってきたんだよね。またアメリカのせいだな。じゃあ、やっぱりもうオリンピックは一回もリセットして、でパラリンピックは、ね、うん、でパラリンピックは、障害を負ってしまって、ここまで、克服して、こうアスリートと言われるまでになった人のこうストーリーを、こうみんなで見る、なんかそういう会にするということで、うん、いいですか、上さん。上さん、発言してないじゃん。やっぱり競い合うことによって生まれる感動ってあると思うんですよね。結局、まあ、もちろん最後は1、2、3って争うんですけど、結局はやっぱ自分との戦いですし。なんかそこに競争原理が生まれないと、やっぱそこの自分との戦いっていうのも生まれづらいのかなって思いますし、で最後例えば、まあ、決勝でどっちかが勝ってどっちかが負けるっていうのはあるんですけど、まあ、結局はどっちが負けてもいい結果、いい思い出、いいものしか残らないと思うので、順位はあった方がやる本人にとっても見てる人にとっても面白いものだと思いますね。うんうん、順位をなくすっていうのはみんな思ってないじゃん。あれも先ほど。そうですね。まあ、なくして、もうその人個人で、まあ、歴史を、まあ、振り返る。そうですね。まあ、競技にもよりますね、確かにね。いや、それじゃあ、だから、いわゆるスポーツ大会の、あれ、なんだろう、そういう形がなくなっちゃうんだ。スポーツ大会の、競技大会ってやっぱり順位を決めるんじゃん。それが醍醐味じゃん。こんなことあったら、だって、
学校、小学校の運動会だって、まあ、最近、ついこの前かな、やっぱり、小学校によっては順位をなくしたんだ。みんな1位だよとかって、みんな仲良くするために、そんなバカなことしていいのかなって、競技は、競争は競争だよっていう感じだと思うんだよね。だから、うん、日本のその教育でね、そこがちょっとやっぱり競争は何考えてるってのは思うんだけど、争うのをやめさせるために、その体育会、まあ、要するに、それやるとき、順位をな、ね、1位、2位、3位、それはやめるっていうやり方って、ちょっと見て笑ったんだけど、じゃあ、ちょっとコメントを少しいただいてますので、読み上げていきますね。はい、デイリー・リオさん、ちょっとすみません、どのタイミングか分かりませんが、シュウさん、その通りということで褒めていただいてます。どの発言かちょっと分かりません。その通りということですね。それと、横地院さんですね。ゲートボールなどが世界に広まって、高齢者のスポーツの世界大会がもっと注目を集められるようになればいいと思いますということで、面白い目線からの。ああ、ゲートボールはいいよね。あれ、確かに日本が発明しちゃったんだ。そうなんですか。やってたんだよね。うん、日本はどこの、地方の都市からやってる。僕は前、その YouTube やってて、一番最初段階のその、スタイルで取材したんだけど、一人ね、103歳のおばあちゃんがゲートボールの名人だったんですよ。わー、元気元気って、本当に感心してるね。取材で、ね、僕はものすごくパワーもらってて、いや、っていう覚えがあるんですけどね。ゲートボールいいよね、あれ。ね、公園行ったらね、たくさんされてる。させたいね。うん。あれ、外国でもしてるんですか、ゲートボールって。ゲートボールね、中国は今までなかったね。うん。他の国やってるのかな、多分日本だけじゃないのかね。ちょっと話それるんですけど、中国では高齢者の人がするスポーツといえば何なんですか、うん、その日本で言うと例えばゲートボールなんですけど。ああ、高齢者、まあ一番、じゃあそうそうそう、中国に留学してたでしょ、なんかある？やっぱり卓球とバドミントンと、まあ競い合わないですけど、太極拳とか、あと、広場で踊ってるおばちゃんたちが多い。そう、広場で踊るおばちゃんたちだよ。あれが一番あれだよね。彼女か、おじいちゃん、おばあちゃんたちが、もう本当に喜んで やるんだよね。そう。あと、麻雀ですね。麻雀よくやるんだよね。あれ、スポーツなのかよくわかんないけど。コメントはそんなところですか、ね。デイリーリオさんから、シュウさん、その通りの、お褒めの言葉について、どの時か教えてくれてますね。うん、シュウさんのオリンピックとパラリンピックを同時にやるという発言に対して、シュウさん、その通りということでいただいてます。それ続いて、シュウさんのゲートボールの動画見ましたよということで、デイリーリオさん、あ、そうですか。はい、見てくれてるみたいですね。はい。はい。というわけで、今回は、ロシア、ウクライナの問題とパラリンピックですね、について、お話ししましたけれども、ちょっとなんかですね、まあ、なかなかディベートに、ねえ、まだ慣れてない。もなかなか難しい。はい。私もね、誰に突っ込めばいいのかって、本来のあれ、スタイルがですね、はっきりしないんで。ねえ、もうちょっとこう、我々二人がこう、シュウさんに、こう、どんどん突っ込んでいけるように、勉強したいと思います。そうなんですよね。遠慮しないで、どんどん。はい、はい。というわけで、今日もそろそろお時間なので、ですが、何か、もう、一言だけ、もし、コメントがお二人あれば、じゃあ、冬さんの方から、うん、何でも意気込み。本当に、もう、一刻も早く戦争終わってほしいなっていう、平和が実現できればなっていう、もうその思いです。ありがとうございます。では、シュウさんも。あ、私、ちょっと今、打診してるんで、ウクライナ人の、まあ、知り合いと、ロシア人の知り合いを、まあ、ちょっと今、誘って、で、人したら、なんだろう、話し合う、まあ、対談ですね、実現するかもしれない、皆さん、期待してください。それは楽しみですね。はい、ありがとうございます。というわけで、本日も You のチャンネル、
この辺で終わりたいと思いますが、チャンネル登録、それからコメントですね。もっと周さんにこういうのを取材してほしいとか、こういう話題も取り上げてほしいとか、このライブでも取り上げてほしいとか、そういうコメントもお待ちしております。で、飛び参加も可能ですので、また今後ともよろしくお願いします。じゃあ今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。